皆さんお元気？楽しくバトルやってますか？今回はコテネタのチャンピオンリーグ招待では初めてのフルバトルでとつってみました。テクリップです。基本すべてのロボットをとつらせ勝利をつかもうって感じです。3回の敵地ビーコンへのとつりで勝利をつかむことができたテイク5目のバトルです。それじゃあすでにキル取られちゃってます。特に見どころってとこはないんだけど、一つだけ、アクティブモジュールはすべてジャンプユニットにしてます。リペアユニットではどうしても攻めに行く時の行動力に制限かかってる感じするので、今は互換からのリペアがかなり有効なので攻めつつ逃げる、これで耐久力の消費を抑える考えです。そううまくはいってないけど、そんな変わった考えでも一応装備レベルが高ければなんとかチャンピオンリーグを維持できます。上位は狙えないけど、まあ楽しければいい、そんな気持ちで続けてるので。さらにはフル分隊とのバトル、特に海外勢の戦法はまさにこれに近いような気がする。しごきのロボットが一斉に突って畳みかけるって感じですね。これで敵の動きを封じ込め、狭い範囲を周りから攻めていく。これで 2,3 分でバトル終了だもんね。さあそれではナレーションはここまで。これからしつこいほどの追跡バトルと突りバトルが繰り広げられます。面白いのか抜きにしてお楽しみください。それじゃあまたねー。